太陽光パネル、うん、やばいでしょ、あれこそ公害じゃないですか。環境省が阻んでいる部分のその再エネの発電の普及っていうのがあるわけです、うん、まあ、それに太陽光がその一つの種類ですけど、正直違うと思いますよ。で、はい、僕はで再生可能エネルギーでじゃあ太陽光パネルを山のように作るのになんか補助金出したりとか、ちょっと違うよね。いや結局多分一般の人もよく知らないのが、その原発もね、うん、世論全体からするとやめろみたいな話になるわけだけど、うん、絶対やめらんないよねって、無理、うん、もう絶対無理なわけです、うん、そうだ絶対無理なんだけど、うん、無理って言うと叩かれるみたいなね。そう、まあ、原子力発電で事故起こってもいいのかって、いやそれ良くないですけど、うん、じゃあ起こんないようにしましょうよっていう話なんですけどね。そう、だからそこを、まあ、今の政権はどうしてもこれコロナ対応最優先だから他の政策課題やれてないので、うん、だからコロナの感染状況を収まって安定してまた政策いろいろやれる段階でそういうことも含めしっかりやらないとダメじゃないかなと思ってるんですけどね、うん、僕は個人的にはその原子力発電の安全化、はい、これで柱にするべきだとすればですけど、うん、やっぱりすごく難しいけれども CO2 をダイレクトに吸収する、要は大気中に排出される CO2 を排出される場所で大量に固定して大気中に排出しないようにするための技術に対して集中投資をするしかないんじゃないかなと思いますけど、結局全くそう思う、うん、全くそう思う。だからプラゴミなんて本当は焼却炉で燃やせばいいんですよ。だって今そのダイオキシンの問題とかがあって日本の焼却炉ってもう超高温、すごい狭いです、むしろ燃料足りないんで燃料入れてるんですよ、灯油とか入れたりしてて、はいはい、だったらプラゴミの方が、うん、プラゴミ燃えるんでちょうどいいよねって、うん、本当はそうなんですけど、だからもうなんか分別なんかせずにそのままボーンってやれば本当はいいんです、うん、本当はいいんだけど、なんかずっと分別するのがエコでいいみたいになってるじゃないですか、うん、なってる、なんかみんな一生懸命こうやって分別してたらなんか、うん、なんかベルマーク剥がしてこうなんかつけるみたいなのと一緒でなんかもうみんなやってるじゃないですか、そういうの、うんうん、そういうの好きなんですよね、みんな。そう、ちま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 やるのが、あの建前を崩せないっていうのもあると思うんですよ。ちまちまが好きだっていうのもあるんですけど、うん、要はプラスチックは再利用することに決めましたって言っちゃったん で、 そうですよ、ね、でも実際ゴミ収集所見てると、あのうちね軽井沢のやつは黄色いのがプラスチックで青いのが燃えるゴミなんですけど、みんな一緒に持ってくんですよ。実は回収する倉庫も同じプラゴミと燃えるゴミは一緒なの、ね、本当建前がそうなってるだけだって、まあ、建前炉がね、炉が一緒に燃やした方が今いいんだもん、うん、そっちの方が全くそう。でね、あのなんでプラスチックの話に行っちゃったかっていうと、結局小泉進次郎さんがね、自分がやりたかった本丸のところに実際には手つけられてないわけですよ。だから消費者のそのグリーンなイメージとかエコなイメージ喚起策に出て、要は消費者の圧力とか投資家の圧力を使って企業の行動を変えようとしてるんですね、うん、でも本当に日本においてですよ、日本のしっかりゴミ回収率が高くて、おっしゃるようにゴミ焼却炉の性能が高い日本において、プラスチックが本当に当たるべき敵ですかっていうと違うと思うんですね、うん、で何をやれてないかっていうと、環境省が阻んでいる部分のその再エネの発電の普及っていうのがあるわけです、うん、まあ、それに太陽光がその一つの種類ですけど、今回成長戦略に環境省がねじ込んできたものの中にですね、あの再エネ促進地域の設定っていうのがあるんですね。でこれは何かっていうと、要は再エネを促進したい自治体の地域がここでは規制を緩められるっていう方式なんですよ。でもそれってビフォーアフターで変わんないんです。なぜなら今までもフレンドリーな地域は再エネ促進できたんですよ、うん、だから結局のところ全部に関して農水省が関わってる、うん、農地転用の簡素化とか荒廃農地の利用とか、うん、そういうものを進めたり、環境省があの阻んでいるね、例えば開発済みのゴルフ場みたいな土地に対して環境アセスを緩めるとか、そういうことをしないと本当は進まないのに、なんか自分の省庁の中でやれることをきちんと最後までやり遂げずに消費者の意識にばっかり訴えるのは正直違うと思いますよ。で、はい、僕はでそのすごい一つは技術開発でなんとかするっていう方向にもうちょっと金を突っ込めばいいのになって思ってます、うん、全くそう思う。まだまだですけど、うん、人工光合成だって、はいはい、まあ、かなり効率良くなってきてるわけじゃないですか。だそういうところにもっと巨額のお金を突っ込めば、うん、もっといい結果は僕は出ると思うし、うん、本当はね第4世代の原子炉とか、うん、そういったものに対してももっとお金突っ込むべきだと思うけど、うん、まあ世論がね
そう。でもそんなだって基本的に地熱だって阻んでるの誰かって言ったら温泉組合と温泉好きな日本人じゃないですか。だから私はやっぱり世論が支持しないそのところに原発の立地の中の建て替えは別ですよ。建て替えをしていくことは全然正当化できると思うけど、うん、今建て替えも否定されるからね。そうそう、誰もね新しい立地でね、うん、原発が建設できるなんて本当に思ってないでしょ、うん、まあ新しい実地は無理ですよ、ね、でしょ。でも現実からいくらでも作れるはずで、問題はやっぱ堀江さんがおっしゃったように本来伸びる分野ってある程度分かるわけじゃないですか、詳しい人からすれば。だからそこに集中投資すべきなんで。太陽光とか日本で新聞読むと、再生可能エネルギーはこんだけ高くて、日本で再生可能エネルギーが増えれば増えるほどあなたたちの電気代上がるんですよ、再生可能エネルギーなんかとっととやめて原発にしましょうっていうのを、これもう10年前これ民主党政権の時に国策で敷いちゃってるのを当時の政治家も気が付いてなかったんじゃないのって気がするのは、あんな高い値段で自然エネルギー買い取って、買い取ったものを一般のユーザーにばら、ね、全部上乗せするようなことしたら、みんなの中で自然エネルギーは高いよねって思う、そういう認識ができて、じゃあ一番安いのは原発ですよって言われて原発に行こうっていうのをもう誘導するために今のシステムも組まれてるって明らかなんだけど、誰も報じないし気が付かないし、実は太陽光なんて実質タダですからね、うんうん、日本で太陽光の値段が高く、ね、よく数字が出てきてるのは土地の値段とかも全部上乗せしてるわけで、今から15年前に自宅の屋根に 5kW の太陽光を発電設置してコスト全部計算してるんだけど、むちゃくちゃ安いし圧倒的に安い、うん、日本のエネルギーは最終的に太陽光と水素だけで完全に賄える、うん、だけどそっちの方向に国策として舵を切られることは、うん、今の国の政府のやり方を見てるとない、うん、堀さんどうですか、エネルギー行政全く反対のこと言いますけど、僕全く反対のこと言いますけど大丈夫ですか、はい、どうぞ、はい、ぜひこれちょっと対論として、はい、いやでも僕は第4世代の原発とか、うん、そっちの方のところに逆張りすべきだと僕は思いますけどね、どっちかっていうと原発がね僕はダメだと思うのは、うん、僕はね基本的に今の原発に関しては、うん、3.11 以後何言ってたかというと、うん、即全部再稼働しろと、うん、もったいないし、うん、どんどんこれ老朽化していくばっかりだから、うん、使うなら早く使えと、うん、ただし限度を考えろと、うん、限度はやっぱり現状における使用後の核燃料の保存容器がいっぱいになった段階で新増設はもう無理だから、うん、国策的に、うん、そこが上限なんで、使用済み核燃料ってどこまで行ったって超危険物だから、それ国民感情も含めた処理費用を考えた時に、とてもじゃないけど小型の安全な原発であろうと何だろうとペイしない、うん、僕はでも単純に国民感情だけだと思いますよ。国民感情っていうのも最大コストだから、うんうん、でもそこをどういうふうに考えるかですよね、うんうん、いやだからその使用済み核燃料どうするかって話なんです、うん、要は使用済み核燃料なんか本当は海洋投棄ですよ。だからそれはもうもちろん世論が許さないっていうふうな話をされたらもうそれで終わりなんだけど、日本海溝に埋めるのが一番いいっすよ、沈めるのが。本当はね海洋投棄で何の問題もないんですけどね、うんうんうん、僕はなんか基本的に省庁を増やすイコール法律を増やすことに対してすごく否定的な立場なんですよ。それでまた新しいその法案を作ってなんちゃら基本法ができると、そこに新たな手間がかかって利権が生まれてしまうんで、より面倒くさくなるんですけど、結局法律を作る人たちは善意かもしれないですけど、そこの後に何ができるかっていうのはまた全然別だ。そう、想像した方がいいんですけどね、むしろそこを想像すべきなんじゃないかっていう。結局その SDGs 的なその脱炭素みたいな流れで、はい、太陽光パネル、うん、やばいでしょ、あれこそ公害じゃないですか、まあ、30年ぐらい経ったらもう全部ダメになっちゃうんだから、どうやって廃棄するのって話ですよね。特定の産業に対してエコだからって言って支援するっていうのは本当に環境を良くするといったそういう目的ではなくて、ただ単にある種の産業政策になっている、でしかもまあ絶対に発展しないであろう産業を支援してるという状態になってるわけですね。そうですね、再生可能エネルギーでじゃあ太陽光パネルを山のように作るのになんか補助金出したりとか、ちょっと違うよね。いや結局多分一般の人もよく知らないのが、その太陽光で固定買取制度あるじゃないですか、あれで結局ね年間 2.7 兆円ぐらい負担しますからね。でも多分
一般の人はそういうのよく分かってないです。そんな 2.7 兆円なんてね、その原発安全にする技術とか、より安全にする技術とか、CO2 を回収するベンチャーとか、素晴らしい研究とか多分あるんで、そういったところに傾斜配分した方が僕はよっぽど世の中良くなると思ってる派です。あ、もうね、日本中で環境利権みたいなものがどんどんできてきて、もうソーラーパネルとかあれゴミですよ、ほとんど。発電効率思ったより全然良くないし、例えば雪とか降ったらさ、あの全部壊れちゃったりとかさするわけじゃないですか。でもう本当にあの景観をまずめちゃくちゃ壊してますよね。田舎に行くと飛行機から見るとすごいいろんなところにあの太陽電池パネルがめちゃくちゃいってんだけど、あれ捨てるのどうすんのって思いますよね、本当に。だからもうね、環境族がいろいろ環境破壊を実はあの助長してるんじゃないかなっていうふうに思います。